こんにちは。紙物好きの雑記帳43回目の投稿になります。ちょっと間が空いてしまいましたが、再び平袋のご紹介をしたいと思います。今回は、モノトーンタッチで少し大人っぽい雰囲気のアレンジにしたいと思います。お友達へのちょっとしたプレゼントやお裾分けなんかにも、ちょっとおしゃれな感じで、はい、お渡しできるような袋になりますので、もしよろしければ皆さんも最後までお付き合いいただきまして作っていただければと思います。それでは、材料の紹介からいきたいと思います。はい、まず一番初めには、はい、こちらメインになりますね。平袋になります。はい、でこれは、何も模様が書いていない、プレーンな白の平袋になります。で私はこちらの方はセリアで、購入しました。はい、で今回は2枚使います。それでですね、今回この、アレンジをしようと思ったのが、この、はい、カードといいますか、実際はこれワインのラベルなんですね。はい、こちらありきで今回アレンジしてみようと思ったんですけども、はい、白と黒のバランスがね、とても綺麗な、でもちろんデザインもすごく素敵なおしゃれな感じのワインのラベルなんですね。はい、こちらの方ですね、平袋にこんな感じにつけて使いたいと思います。皆さんは自分の、まあ、お好きなイメージを選んでいただいて構わないですので、はい、お好きなカードを1枚ご用意ください。はい、でその他にですね、こちらは、グラシン紙になります。このね、薄さというか透け感がすごく好きでね、グラシン紙よく使ってるんですけども、もしこのグラシン紙が手に入らないという場合には、トレーシングペーパーですね、はい、そちらの方で代用できますので、はい、ご用意ください。あとはこちらがリボンになります。1センチ幅のリボンですね。はい、今回はラベルに合わせてやはりモノトーンな感じで、グレーのリボンを選びましたが、皆さんも選んだカードによってリボンの色も変えてください。でこのリボンにつけますのがこちら、ラインストーンがついてるバックルなんですが、私これ本当にね大好きで、すごくよく使ってるんですけども、実はこちらですね、ダイソーで購入したんですね。私これダイソーで見つけた時に本当びっくりしたんですけども、すごく綺麗ですよね。で、大きさもすごく小さいので、こういうクラフトに向いてるかと思います。で2個入りで100円だったんですね。これは本当にダイソーの中でもおすすめの、はい、商品の一つになります。で今回はこちら一つ使います。あとその他に、コラージュをちょっとしますので、レース編ですね、余っているレース編をちょっとだけご用意ください。あとは何でもいいですけれども、スタンプ、はい、こちらも一つご用意いただければよりちょっとアレンジがしやすいかなと思います。それでは作っていきたいと思いますね。はい、でまず最初はですね、こちらの平袋の方ですね。はい、でこれ今までの平袋アレンジのシリーズを見ていってる皆さんはもうねご存知かと思いますけども、結構ねこの合わさり目がビラビラになってたりとかすることが多いんですね、平袋ってね。はい、ですので私は毎回作る前にこんな感じでもう一度ですね、糊をつけてしっかりと、はい、接着させます。ただ、皆さん特に気にならないわっていう方はこちらの作業は省いていただいて結構です。はい、2枚ともこんな形にしますね。でそうしましたら次に1枚の平袋はフラップをこのような形に折ります。はい、でもう1枚はですね、このフラップ部分を切り取ってしまいます。はい、こんな感じで、で、
フラップを折った方の平袋ですね。はい、でこのフラップ部分に糊をつけていただきまして、でもう1枚の平袋にこのフラップ部分を入れます。若干そうですね、1ミリぐらいこんな感じで間が開くぐらいかな、1ミリもいかないかな、もしかして、はい、ほんのちょっとだけ間を開けて、はい、2枚の平袋を、はい、こんな風にくっつけます。こういう状態になりますね。はい、でそうしましたら次に、トレーシングペーパーの登場です。はい、でトレーシングペーパーじゃなかった、あ、ごめんなさい、トレーシングペーパーでもいいですけども、こちらはグラシン紙になります。私はですね、バランスを見てだいたいこの幅を4センチでかける、この平袋の横の長さですね、これ多分10センチだったと思うんですけど、はい、そうですね、はい、4×10 にして、ちょっと、はい、これを使います。でそうしましたらですね、これはやってもやらなくてもいいですが、私はこの、グラシン紙をこのようにくっつけてポケットにしたいんですね。で開けた時にちょっと真っ白で面白くないので、ちょっとだけこのグラシン紙に模様をつけようと思いましたので、スタンプを押したいと思います。はい、こんな感じですね。で皆さん、グラシン紙や、まあ、トレーシングペーパーの時もそうなんですけども、インクのね、水があまり良くないので、必ず次の作業に入る前にティッシュで軽く押さえてくださいね、インクをね。じゃないとにじんじゃったりとか、せっかくの真っ白の平袋を汚すようになってしまうので、はい、こんな感じでスタンプをしました。でそうしましたら、よいしょ、今度はこのトレーシングペーパーの3辺、1、2、3、ごめんなさいね、トレーシングペーパーって言っちゃいますね、グラシンペーパー、はい、1、2、3、この3辺にのり付けをします。2、3ミリ幅で、はい、でこれをこんな感じで貼っていただきます。念のためにもう一度ちょっとティッシュで押さえますね。はい、でこんな感じでポケットになりました。はい、でこれがグラシン紙じゃなかった平袋の内側になります。折っていただいてこうですね。でこれが表紙部分というか、そうですね、表面になります。で今度はこちらのデコレーションをしたいと思いますが、ただもうデコレーションというよりも本当にカードをペッペッと貼っていただくだけなんですけども、はい、まずどこに置くかを決めていただいて、で私はあとはレース辺ですねをこんな感じにちょっとはみ出してつけたいと思います。こうですかね。はい、でですね、これを貼っていきたいと思いますが、今日はですねちょっと一つ貼り方にもポイントがあります。は
はい。と言いますのは、私が大抵こういうのをプレゼントする相手っていうのは、やはり同じ紙物が好きな方が多いんですね。はい。ですから、例えばこの袋なんかも、もしこのカードとかがね、それとかレースなんかが、あ、気に入ったって思っていただけたら、使っていただけたらもっと嬉しいんですね。なので、のり付けをする際に一面に全部のりを貼ってしまうのではなくて、例えばこれでしたら四隅にちょっとだけ、はい、こんな感じですね、にのりを貼っていただいて、はい、こういうふうにつけていきます。で、レースにしてもカードの上にのりをつけるんではなくて、この平袋の面に、はい、こんな感じでレースが隠れる部分にのりをつけていただいて、こういうふうに貼るんですね。はい。で、そうすると、後でもしこれを再利用したいなと思った時に、ペリッと剥がしやすいですよね。はい。で、カードとかレースもそれほど傷まずに、そのまま使っていただくことができるので、こんな風にのり付けにも工夫をしています。はい。で、はい、そう言ってる合間に、はい、こんな感じで表面の、デコレーションコラージュは終わりました。はい。では、そうしましたら、これを裏返しにしていただきまして、今度は、リボンをつけていくんですね。はい。で、その際にちょうどこの平袋の真ん中ですね、中央にこういうふうに横に両面テープを貼っていきます。はい。で、この両面テープ、私はこれは今5ミリ幅の両面テープを使っていますけども、リボンが、まあ、隠れる幅でしたら何センチでも結構です。1センチでもいいかなと思いますね。今回は1センチの、はい、リボンなので、それでも大丈夫です。はい。で、次にリボンを用意していただくんですが、この長さですね。はい。で、長さはですね、ちょうどそうですね、これぐらいですかね。はい。交差して両端にリボンの端がこうつくぐらい。はい。この長さを、はい、こんな感じで切っていただきます。今貼りました両面テープの剥離紙を剥がしていただきまして、こんな感じで、これまっすぐちゃんと平行になってますかね。よいしょ。はい。で、こんな感じで貼っていただきましたら、表にしまして、で、次にバックルをつけたいと思います。内側につけようかな、こっち側かな。はい。片方のリボンにですね、バックルをこんな感じで入れまして、だいたいこのバックルが中心に来る長さのところですね。はい。こんな感じに調整してください。で、どうしようかな。両面テープでいいかな。はい。で、両面テープを、間違った。反対でしたね。こうじゃなくて、
ごめんなさい。こうやった時に右から左ですねに入れて、そうですね、はい、で真ん中に来るように調整をして、で折り返しの部分に両面テープをつけていただいて、ごめんなさい、見えますか、よいしょ、こうですね、はい、こんな感じでくっつけていただきます。で、余分な部分は切り取って、はい、ください。もちろんこれは糊でつけていただいても OK です。こうですね。はい。で、そうしましたら、左側のリボンをこんな感じに普通にベルトを通すような要領でバックルに、はい、こんな感じで通していただくと、はい、こんな感じで出来上がりとなります。はい、いかがでしょうか。じゃあちょっと実際ね、中身を入れてみたいと思います。ちょっとね、中身を入れると袋がね膨らんで雰囲気が変わるかなと思いますので、はい、で今回はちょっとこちらのレースですね、はい、これをこちら側に入れて、反対側のポケットにはちょっとヴィンテージのエフェメラですね、はい、こちらのカードをクリップで留めてちょっとお裾分けをしたいと思います。このねクリップもダイソーで購入したんですけども、はい、これもシンプルで結構いい働きをしてくれるのでよく使ってます。でこちら側のポケットに入れまして、でこのグラシン紙のポケットにはメッセージカードですね、はい、をこんな感じで添えて、こうですね、でねちょっとふっくらとした感じになるとまたちょっとね可愛い感じになりますね。こんな感じで出来上がりました。いかがでしょうか。はい、で先ほども言いましたように、もし送った先の方がねこのカードとか使いたいっていう時には、あのちょっとしか糊をつけてませんので、ベリッと剥がしていただければまた再利用いただけますし、はい、このレースに関してもやはりあの糊付け面が少ないですので、はい、これも剥がして使っていただくことができます。でこのリボンに関してもあの両面テープでつけてますので、リボンの素材によってはね剥がしづらいのもありますけれども、ちょっとツルツルしたこんな感じのリボンですと、はい、あのこれも綺麗にペリペリっと剥がして再利用していただけますので、はい、こんな感じのプレゼントもありかなと思います。はい、よいしょ、では皆さん今日も
最後まで、はい、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。まだもしチャンネル登録をしていただいてない方がいらっしゃいましたら、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。はい、であとはまたこんな感じの平袋アレンジがあったらいいなとか、いろいろなご意見等ありましたら、ご遠慮なく、下のコメント欄に書いていただければ、はい、嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。さようなら。